はい、皆さんこんにちは、丸山慎一でございます。今日は下からお話しします。今日は、6月の18日、船橋の市長選挙もあと2日となりました。昨日の夜、菅総理大臣が記者会見をやって、まん延防止等重点措置、まあ緊急事態宣言も宣言は解除したものの、まん延防止等重点措置をに切り替えて7月の11日までということになりました。それに合わせて船橋市はまん延防止等重点措置が7月の11日まで延長されることになってしまいました。また自粛や我慢が求められます。これを延長するということは、コロナ感染を抑えきれていないということになります。ところが同じ記者会見で菅総理大臣は、オリンピックは開催をします、しかも観客は1万人まで入れますという方針も明らかにしました。私たちには、集まるな、食事の時は黙って食べろ、飲食店にはお酒も出すな、そうやってどんどんこうね、我慢をさせておきながら、もう一方ではオリンピックをやるから楽しんでください、パブリックビューイングもやられますよ、みんな拍手喝采、しましょうみたいな、そんなような状況に今なっています。本当におかしいんじゃないんでしょうか。今オリンピックを開催をしたら、全世界から7万人もの選手などが集まります。国内でも18万人もの、ボランティアなどが集まってきます。これで感染を防ぐことができるんでしょうか。そこに1万人もの観客を入れる、絶対に感染が広がります。選手や関係者の方々にはお気の毒ですが、命には代えられません。オリンピックは中止、その声を船橋の市長選挙区からも発信していきたいと思います。頑張ります。どうかよろしくお願いします。